警護隊はもう機能してねえんだろうな。ああ、将軍が外に出るというくらいだ。中はどうなってんだろう。そのうち報道されるだろう。これだけでかい騒動だからな。これから俺たちどうするの。まずはハンマーヘッドだ。他は後で考えようぜ。イリスからも伝言があった。何人かとレスタルムに向かってる。無事なんだ妹さん。ああ、あっちはどうなってるか分かんねえが。死亡説はありがたい。追っても派手には動けないだろう。帰れないけど旅はできる。そうだな、行こう。よ、いらっしゃい。ああ天気も悪くて大変だったね。すまない。将軍は用事があるからってもう出てったよ。じいじにいろいろ伝えてあるみたい。うん、来るって聞いてからずっと心配して待ってたんだ。目的はクリスタルと指輪を奪うことだった。停戦の意思は初めからなかった。何騙されてんだよバカ。いい、そう簡単に騙されるもんかよ。王都で起きてたのは一方的な襲撃なんかじゃねえよ。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。だが備えちゃいたが力及ばなかったってのは現実だ。細けいことはこれの坊主に聞きな。俺はレギスと顔も合わせちゃいねえんだ。もう何年も前からな。ホルから伝言だ。王の墓所で待つだとさ。王の墓所は北西に行ったところだ。途中に集落がある。まずはそこに行ってみろ。面白いもん持ってんな。俺のことか。うん、帝国の奴らと戦った時に拾った。おう、オート製の武器か。そいつをもっと使いやすく強力にしてやろうか。なんだよそれ。改造してやる。改造？車いじんなシドニーだろ。俺は暇でな。よし、とりあえず部品持ってこい。んなのどっから。そこらへんだ。落ちてるもんから使えそうなのいくつか拾ってこい。うん、ノクト、あそこの宿に泊まらない？なんかあんのか。夜は危険がいっぱいだから今日はそろそろ休もうよ。もういいぞ。じゃあそれでイグニスよろ。ああ、
了解だ。よう、調子はどうだ。つけてな。はい。ああ、やーっと当たった。その声、王子だろ。無事。俺、D の。ああ、原石の。正解、原石の。ちょっと無事な顔見たいからさ。時間があったら、ガーディナに来て。ガーディナね。ノクティス様、ご無事で何よりです。モリカ、他の奴は？警護隊はほぼオートで、イリス様をお守りして逃げるのが精一杯でした。今イリス様にはダスティンが、レスタルムまでは無事お連れできるかと。そうか、すまねえな。将軍はこの先の王の墓所でお待ちです。テネブライから取り寄せられたジールの花が各地で飾られています。オルティシーには大勢の人が訪れ、休む間もないよな。オート出てハンマーヘッド、王家の墓で休んでいる印象はないな。不死将軍の名は伊達じゃねえか。でも無事でよかったよね、将軍。悪運強いって本当なんだな。ん？え？それだけではないと思うが。あんまりバカにすんな、王子。あの腕は相当なもんだぞ。さてどうする？油断禁物ってね。なんとか入手できたな。痛む前に持ってこうぜ。先を急ごう。おう。墓に何の用があるんだろうな。歴代の王にまつわる何かだと思うが。行かなきゃ分かんねえ。
気をつけろ。そうだ、まあ、やっぱり、着いたな。これお墓か。将軍は中か。将軍、ようやく来たな王子。で俺は何すればいいって。亡き王の魂に触れることで力が神王へ与えられる。これは魂の棺だ。力を得ることは王の使命でもある。国もねえのに使命か。お前の自覚を待っている暇などない。王には民を守る責務がある。で、王子だけ逃がしたのか。バカじゃねえの。王が守るのは息子じゃねえだろ。王子、いつまで守られる側でいる。お前は王の責務を託されたんだ。託したって、じゃあなんで言わなかったんだよ。笑って送り出しただろ。俺は騙されたじゃねえか。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。お前になら、新王になら、この国を民を託せると信じたからだ。勝手なこと言いやがって。これからお前たちは王家の力を集める旅に出るんだ。まずはこの近くにあるもう一つの墓所を目指すといい。王の墓所はいくつも存在するが、どれも危険な場所にある。しばらくは俺も旅に同行しよう。お前たちの実力も確認しておきたい。王家の力って全部でどんくらいあるんだ。墓所に祀られた武器は13あると聞く。だが場所が分かっているものは少ない。所在不明のものについては今ハンターの力を借りて探している。じゃあこれから行くのは。キカトリーク塹壕跡、壕の奥に墓所の存在が確認されている。今のは悪くなかったぞ、プロンプト。将軍に褒められた。浮かれるな。毎日鍛錬するといい。ああ、はい、頑張ります。
ここでは昔帝国軍との激しい戦闘があった。廃墟となったのをいいことに、今や帝国軍が好き勝手に出入りしている。相当な数が嫌がるぜ。突撃ばかりが手ではないぞ。力の限りだ。有効に使え。行くぞ。終わりか。一気だ。イグニス、出て。ノクトのとこ行けるか。ああ、俺が行く。さてどうする。助かったよ。はっ、よっ、どうだ。ほら、あー、このままだときついよ。ほらよ、そりゃ、はっ、うっ、まずい。ありがとう。いけるか。しまった。くらえ。グラディオ、ノクト助けられる。グラディオ頼む。よ、悪い。ナイス、グラディオ。どうも。グラディオ、セーブ。よく、よく、よく、イグニス、新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。君っけ。王子、
動向はここまでだ。この鍵を渡そう。他の墓所の扉が開く。自分たちで動いてみろ。力はいくらあっても困らないからな。分かった。将軍は？帝国の動きが気になる。この周辺を探るつもりだ。お前たちは力を備えておけ。腕が鳴るぜ。了解。気をつけてな。よし、行こう。ブーちゃん。な、見て。扉があるな。ここって何なんだろう。誰か住んでいたようだが。暮らしてたの？戦火から逃れてかもしれない。今も誰か住んでたりするかな。お、なんだろう。コード、こっちに伸びてる。何と繋がっているんだろうな。天井、崩れそうだ。だいぶ放置されていた感じだな。大丈夫かな。その音、なんか出そう。曲がり角から、ビビりすぎだ。鍵がかかってるな。なら次だ。他当たろうぜ。すいません、誰かいますか？お邪魔します。あれ、確認は？行かないならそれでもいいが。やめとくか。行き止まりだ。こっちじゃないのかな。俺が指示を出す。短く頼む。すまない。任せろ。戦い慣れてくる。まあない。嘘。無事に済んだな。ここも鍵かかってる。この先に何かありそうなんだよな。気になるか。うわ、待って。こっちから行けそう。なんかいそうだな。油断するなよ。
はい、さてどうぞ。さて、剣が振りずれ。俺に当てんなよ。てめえ、はっはっ、よし、ラジオ頼む。食らってないだけに容赦はしない。いけ、もうだいぶ弱ってきてるぜ。なら遠慮なくやらせてもらおう。もっとの体力を持ちそうね。あれやフラット、遅い、当たれ。よし、終わった無事だな。はいはい、行くぞ。何あれ、なんだ。昔の王様の力なんだよね。ああ、力を借りてようやく陛下のお力に近づけた状態だ。借り物王だな、言い方。実際さ、使ってみてどう。うん、いろいろやれるようにはなったな。手に入れたぞ。上出来だ。お前たちに頼みがある。西のダスカ地方へつながる道に帝国軍が基地を作ろうとしている。封鎖線として機能する前に潰せ。放っておけば西への道が閉ざされる。力を得るどころではなくなるぞ。モニカと顔を合わせているな。詳しいことは集落で奴に聞いてくれ。なんて。帝国の基地を潰せってさ。モニカに話を聞く。集落に行くぞ。そういえば道沿いに基地らしきものを見たな。なんかヤバそうなやつか。あれを潰すとなると大仕事だぜ。俺たちにできんの。できると見越しての依頼だと思う。まずは話を聞いてみよう。だな、とりあえず集落に行くか。やるか。将軍ってやっぱ強いんだね。敵にしたくねえよな。ライトつけるぞ。そうだな。無事に着いたな。はあ、
戦わなくて済むって安心。お待ちしておりました。将軍から話は聞いております。これが基地の内側へと続く道です。詳しくは地図をご確認ください。比較的安全と思われる侵入路を確保しておきましたので。今日はここまでだな。ここでいいか。よし、テント張るぞ。ここから二手に分かれていただきます。ノクティス様はこの先で将軍と合流を、グラディオラス様たちと私は敵の陽動を図ります。じゃあ行ってくるわ。ああ、頑張れよ。こっちも人暴れしてくるぜ。俺たちは内側から奇襲をかけるぞ。挟み撃ちにして数を大幅に減らすんだ。
手が悪かったな。さすが将軍、お城さんはすぐ追いつく。終わりだ。甘い。いい敵に攻めるぞ。これくらいは優に倒せなければ仲間の足を引っ張るぞ。俺だけでも余裕だし。王子、くれぐれも独りよがりにならないようにな。無事で何よりです。大丈夫だったか、そっち。ああ、問題ねえ。任務はしっかりこなしたぜ。いい働きだったと言えるだろう。動くな、侵入者。ルシスのコルク。へえ、よくあの城を抜け出したな。不死将軍って呼ばれるのも飽きたろ。ここで死んで終わりにしちまえよ。うまくいったな。よくやった。なかなかの動きだ。戦い方も手慣れてきたな。安心したぞ。俺はまた帝国への監視を続ける。ではいずれまた会おう。
外の厳しさにも慣れちゃあきたが。世界は広いね。やることもたくさんある。ほんと、まだまだこれからだな。ああ